あの、岩川さんだけじゃない。はい。うん。ばあちゃんもね、うん、私のこと首絞めたって言うんですよ。って菊さんが言い出した。うん。二人って絞めたって言ってさ、その、岩川さんがほら、首絞めたことで、やっぱり菊さんからの苦情もすごかったの、うん、俺、うん。見てください、この長い文章。うわ、すげえ長文。何これ。こんなにこれ。うわ、これ、ライトこんな遅れるの見たい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 。私にこれ。キクさん、クーラーかけてダウン着てるんですけど。だから、まあ、いや、まず脱げや、それよ。それを。脱げない、無理。脱げないってあってだよ。じゃあ脱がしてやろうか。おい。いや、いいです。脱げないんだな。いいです。だから、やだよ、髪くじいてもいいよ。なんか今エッチな動画見てませんでした。え？そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。いつもニコニコお父さん、ずっと座ってるお母さん、サボるの大好き長男、みんなのまとめ役次男、血はつながってないけど、底辺底辺底辺家族。サボり抑制スイッチの巻き。はい、いつやったら始まるんですか。はい、早く来て。あと5分ぐらいの待ってください。ちょっと仕事。何そんなの。なんか今コメント返しをね、菊さんがしてくれてるんですけど。嫌なの、嫌なのですね。うん。なんで中途半端、別に構わないですね。わからなくなっちゃうかダメ。そのコメントで終わりにしていただいていいですかね。うん、その、あとこの、その動画じゃないですよ。はい、うん。終わりにするんだよ。知ってるよ。ほら、はーって言ってるよ、岩川さん、はーってほら、知らないよ。はい。じゃあ私もコメント返ししましょうか。はい、やりましょうか、私。コメント返し。いや、大丈夫、すぐだから。うん、大丈夫、すぐだからって、5分もかかんないんですよ。はい、1件終わり。2件終わり。ことな、次行ってじゃねえか、おめえよ。何笑ってんねえよ、お前。で、ありがとうございますって言った。嫌いな、ま、岩川さんなの。いや、だって。ああ、さん、岩川さん、嫌いな、何でしょう。嫌いでもいいよ。どうしましょう。また不機嫌になったらめんどくさいですけど、どうします、あなたがボタンを押してください。私はもう別に今の時間コメント返しの時間に使ってもいいですけど、あ、はい、配信もねぼちぼちね、はい、間に合わなくなっちゃうんで、わかんないんだもん、しょうがないよ、配信終わってからでしょうか、コメント返しは。ちょっと危ない、もうやりま、終わりましたね、待ってて。はいはい。知らないよ、俺。もう、いつでも、ここにドクロマークあるんで。それを押したら私、知らないよ。起動しますよ。はい。はい。知らない。ま、まあ、さん。まさん。はい。ちょっと、なんか今、エッチな動画見てませんでした。え？見ませんよ、僕は。僕は、本当に。ちょっと携帯お借りしますよ。エッチではなかですね。はい。可愛い女の子踊ってる。かわいい。なんで今の瞬間それ見ようと思うんですか。急にパッと、かわいいんだ、このケツが。こっちこっち。まちょこ、あれ、締めてくるじゃん。来ましたね。締めてくる、はい、じゃあ。ちょっと、ぐらぐらっちった。うん。じゃあ、ちょっと、皆さん、一歩ずつ下がってもらっていいですか、ちょっと、近すぎて入らないな。もうぐらぐらっちゃった。うん。ちょっと待って、僕、中途半端じゃ嫌だから。スイッチスイッチオン。もういいもん。はい。いや、もういじっちゃダメよ。ほんと。じゃあ。これは関係ないよ、これは。はい、これはいいの。はい。あれ？はいね。エネルギーをどんどん無駄遣いするぞ。のまき。
あ、どうしました？今、今日結構ね、はい、夏日っていうか、まあまあ暑いんですよ。今日もう、3月の末、31日か。はい。確か25度ぐらいかな。はい。はい。うん。結構暖かいんですよね。うん。で、しかもこの家って、すごい、冬でも暖かかったから。うん、はい。高いと多分25度以上あるんじゃないかと。はい。っていうぐらい暖かいですね。はい。まあ、それはいいんですけど、うん、もうクーラー入れて、みたいな。クーラーして。3月末にして。うん。いや、もう、窓開けろよ。窓、簡単に。いや、いや、お前金持ちじゃねえだろ。あ、うん。岩川さんは、まあまあこれ僕もなんですけど、はい。まあ岩川さん、はい、今ほら、暑いから半袖になってるじゃないですか。はい。上着とか脱いで。はい。で、まあさ、もう前、でも長袖ではありますけど、はい、今一枚脱ぎましたよ。クーラーかけてダウン着てるんですけど。まず脱げや、お前。いや、脱げないでしょ、これ。うん、そんなもんじゃ、自然の空気の、あ、これ。暑いでしょ。うん、暑いんだったらまず開ければいいじゃん。なぜほんとに、詳しいのが暑くて。うん、じゃあ窓開けろよ。うん、いや、いや、まず脱げや、それよ。それを。脱げない、脱げ。脱げないってあってだよ。んじゃ、脱がしてやろうか。おい。いいです、脱げないってな。いいです。だから、やだよ、髪くずれてやればいいよ。髪くずれてやればいい。何が髪くずれだろ。やだ、やめろよ、もう、やめろ。こう、くずれ人間。何やってんだよ。いや、これ人間くずれか、ほら。やってんだよ。まずは、止めないと。まずは止めないと。無関心すぎる。無関心すぎる。調子悪いんだからやんなよ。うん、さ、調子悪くないわ、こんなか。くさちいなんか、そんなダウンなんか着とったらよ。ダウン着てないよ。バカか、お前は。なんだ、いいのかな。ずーずーなんだ、それ。ほら、ダウン脱げ。脱がない、ダウン脱げ。うれしいよ、やろ。はい、痛い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 。ああ、肩の、あ、怖っ、怖いな、マーサー、それ持ってると。テンション上がるね。これ多分、5月人形の、うん、あれだって言ってたけど、ああ、結構じゃ立派なんですか、この大きさで、5月人形ってことは。結構、その、まあ、もちろん模造刀ですけど、結構尖ってるから、思いっきりやったら刺さるんじゃない。超めっちゃ超。なんで蝶最初蝶なんでまず蝶別に蝶だけじゃないでしょ、別に。蝶さん、僕からもう。ここにかけてやりましたね。あ、かっこいい。ちゃんとそこに飾ってるんだ。買って、これ100円切って買ってたんです、これ。この。あ、S 字フックみたいな。あ、そう、S 字フック、はい。いやいや、もう、それはいいですよ。もう、クーラーなんて、めったに使っちゃダメですよ。すげえ暗くなるね、うん。なんか、あっちの奥の部屋、より暑かったですね、今ちょっと行ったら。ああ、だから、あと、亀のヒーターでしょ。ああ。多分、はい。もしあれやったら、ヒーターもう、ぼちぼち止めても大丈夫なんじゃない。はい。確かに、こんだけ暖かかったら、亀熱すぎちゃうって可能性もありますよね。うん。西部と死んじゃう。西部になって死んじゃう。うん。そうですよね。うん。死んじゃう、西部。地獄の嘘つき家族の巻。まあ、ちょっといいですか。はい。なんか今ちょっと僕と岩川さんが今ちょうど家ついたところなんですけど、はい、すごい怒ってましたよね。ああ、はい。ちょっとその内容をもう一度聞かせてもらっていいですか。はい、月曜日の配信生、はい、配信生配信をね、はい、いつも月曜日にしていただいてます。終わる頃かな、はい、終わる10分か20分前に。はい、なんか岩川さんのことで、なんかほら、うん、昔ほら、昔っていうか、くんにこう首絞めたら、首絞めたら。前に動画の中でね、あ、はい、まあ、なんかそういうコメントもちろん本気じゃないけど、はい、岩川さんが、はいはいはい、首を絞めてる。ああ、そうだ、よくないぞみたいなコメントだったんだね。はいはい。そうしたら、うん、うん、それはいいんですけど、うんうん、違うよ。岩川さんだけじゃない。はい。うん、まー、あ、ちゃんもね、はい、私のこと首絞めたって言うんですよ。って聞くさんが言い出したの。うん。二人して絞めたって言ってさ、ああ。こいつほら、岩川さんに首締められてるんですけど、それが今度は僕の精神です。
僕が締めてないでしょ、首なんて。いや、これで締めれないよ、少し。誰どうやって二人どうやって二人で。俺、締めてないよ。二人でだよ、違和感と。ああ、白い。ふざけんなよ、この穴、と思って。俺、締めてねえよ、と思って。俺、今までは勝ち分からやって、締めてなことねえよって、締めた。まあ、30年ぐらい一緒にいるけど、その首絞めた。ないんですね。剣引っ張ったとかね、そういうの、蹴っ飛ばした、まあね、男が頭から蹴っ飛ばしたらあるけど。まあ、まあ、動画にもあってますけど、蹴ってたのは確かに見ました。首なんて締めたことねえって。そしたら、少しはね、まあ、じゃああるんだけどねって。俺もあとだからもう言っちゃったんですもん千葉さんもう俺頭もう酒飲んだやつもうパッともう消えちゃったもん酔いが一気に酔ってもうキッと消えちゃったもう頭来ちゃったこいつもうはい確認しますけど、うんうん、本当にそんなことしてないやってないよやってませんよ配信中に急に濡れ切れというかこの人は私の首絞めてるのって告発みたいなことしたから、うんうんうん、ちょっとマサは頭に来ちゃって、うん、もう酔いも覚めてだからもういきなりもう俺キャバさんって言っちゃったら、うん、頭来ちゃって酔い目覚めちゃったしもう、うん頭来ちゃったもん、はい。ちょっと今ね、後ろに島さんもいますけど。見てたその配信。もうそれ一応ショート動画になってます、ね。千葉さんも急にでもテレビ電話ではないんで、千葉さんって言われてもどうにもできないとは思うんですその日の配信の内容としては、うん、あの前半はすごくとても良くて、うん、仲良くやってたんですよね、うん、やってましたやってました、うん、視聴者の方から、うん、そのマーサーのキクサーのこと好きなんですが、うん、に、うん、でなんかお酒も入ってたんで、うん、なんかストレートに、うん、これは好きだと、うん、素敵なこと、うん、言葉可愛、ね、いところがあるマーサーはそんな愛の言葉を伝えてた、うん、愛の言葉言ったんです僕はもう本当にもう5分前に何だったんでしたっけ、はい、はい、そうです、終了5分か、その10分前、5分前に、はい、どうだったんですか岩川さんに、うん、前か首を絞められたって言うんですよ、うん、そういうあれが、大ちゃんが来たの、うん、大ちゃんが分かんないが来たようにして、いや、違うよ、岩川さんだけじゃないよ、まーちゃんもね、私のこと2人して首絞めたんだよって言うんですよ、俺あと前半のそのね愛を伝えた素敵なシーンとかは何だったんでしょう覆すかね全然もう分からないですもん伝わってなかったんですか最後に配信終了間際にマーさんもう今日はって言ってたじゃないですか、あれもう最後動画の最後あの配信の最後なんて言ってたんだっけもうあのこの2人とはもう私はもう配信じゃねえませんこの2人、うん、この人聞くとはもうやりませんあそうだ、ね、自分も回して2人でもう僕はもうこの方ともう終わりにします皆さんすいませんけど今日でもうこの人ともう終わりにします本当に僕か絶対首なんか絞めたのに絞めたって言ってましたもう僕はもうやだじゃもうこれでこの方とも今度はもう何も配信も何もしません今日あの千葉さんに言いますだからもうだよ、まーちゃんダメダメ僕は絶対首なんかないから首絞めたことないから一回もないからそんなこと。もうおいいもうあんたとはもう話しない。そんなことを言うんだったらもういい。だからもうあとは、うん、岩川さん、二号さんまあそこも言わとかまあそこ言っちゃったらと思って。はい。それでもう、うん、もう二人ではもう俺はもうやれませんからって。そうやってもう千葉さんに言います。はい、で最後の最後に配信切れる最後に俺はその埼玉の女の久美子のところに行くからって。前半愛してるって言ってたのねいやいやもう今日でもう聞くともううん分かります僕はもう好きな女あの埼玉が呼んで一緒にやります久美子はダメだっつうのあれ入ってダメだお前ダメだよ久美子はダメだよ首なんて締めて久美子はダメだっつうのひどいこと言ってますこいつ僕今はもう本当にちょっと久美子も急に来られてもどうしようもないでしょなんで久美子はずっと気まずいっていうそうですね久美子舐めるなよだからそういうあれがあってないあそれで今日ちょっと我慢ならなくて岩川さんにちょっと最初ずっと食ってるんだいや僕も着いたらずっとなんか岩川さんに怒ってるからどうしようかなと思ってちょっと急に動画回したんですけど一応でも菊さんにも言い悪いかもしれないで聞いてみていいですか菊ちゃんだですなんでそんな嘘つくの嘘じゃないよ、あの嘘なんか言ってないやつだけど嘘じゃない
あれだ、そういうあれはないよ、マジャは。え、首絞めたことはないんですか。ないです。じゃあ嘘じゃねえかよ。思い違いだっつって。なんで人がいっぱいいる前にそんなね。お二人の配信で本当多い時1000人とか いますよね。そこで急に首絞めだって言われるとマサもそれはじゃびっくりはしますよね。びっくりしてもうこのアマと思ったらもう本当に俺。お湯があったらもうかけたらもう下がったらバーッともう温めちゃったらもうほんとにもうよし いいこと考えました、はい、で首絞めてないのにね、うん、もう首絞めた疑惑がついちゃったんですよ。ああそうそうもう、あ、もう疑われた方がいいなんですよ、うん、そうですか。うん、だからもうどうせならもう今から首絞めましょうダメそしたら結局結局マーサー怒られるじゃないですか。本当は普段からやってるんだことありますよ。いや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 、もう別に締めなかったところでもう視聴者はもう言ってきますよ。どうせ裏で首締めてるんでしょとか、はあ、だからもう表で今から首締めてる。だから岩川さんがもしだからですよ、あの人殺したんだろうって冤罪かけられたら、あ、もう疑われたなら殺した方が得だがねって言って殺すタイプですよ。これはもう持ってほしいんですよ。恐ろしい考え方です。これはもっと早い。一応その直後の話し合いしてるところはあの動画になりますんで、じゃあそこはそっち見てください。動画とは外伝出るんですね。あ、もうちゃんと白子って言ったらもう早いの。多分でもほとんど使えないかもしれないです。そんなに荒れてた。ちょっと内容的厳しい部分もいっぱいあって、まあ、ちょっとね二人ともちょっと興奮しちゃったのかな。ただちゃんと話し合ったってとこだけはフォローさせてくださ、はい、はい、もうその話し合いもね、しれもう、うん、ちょっともう、うん、頭来ちゃったもう、うん、はい、あ、ちょっと岩川さんに愚痴らないとき気が済まなかったんだ今日も。あ、そうです、もうもう本当に岩川さんに言って言いなかった、もうこいつもはい、こいつこいつこいつってあんだよ。あんた首絞められますよ。いや、そんなことない、すいません、俺言いましたって、すいません、すいません、すいません。岩川さんにとって岩川さんって何なんですか。好きな時に愚痴は言うけどこいつ扱いして本当どう思ってんですか僕だいぶ下に見てますね。大先輩もそうだよ。大先輩も動画ではっきり違和感は嫌って言ってました、ね、だからお前と違和感は嫌なんだって言ったりとか、動物園でねちょっとおバカな動物見つけたら違和感みてえだって言ったりとかそうですか。俺もう記憶ないですよ。あ、じゃあ結局それは思い違いだったんですね。あれ、何しゃべるのこいつ、うん、あれ、そう、思い違いです。思い違いだったんですね。何かと勘違いしちゃったのかな。どう間違うの、首絞められたって。一番に本当に絞められたのは違和感だ、うん、まあ、それはもう何度も僕も言ってます。ここのね、なんていうの、後ろの血管のあれをやられたら失神して同じ人は豪華祭で一人殺されたことある。バカよし。あなたが私の友達ね、はあ、神殿の二人殺されて、あ、そう、首を絞められて、そう、まあそのね、で友達がそういうことがあったから、そう、ね、私とそれだけじゃないよ、妊娠しちゃって。なんで死んだ後に妊娠したの。なんで死んだ後に妊娠したの。お腹の子供いて殺されちゃった。なんで死んでから妊娠したの。死ぬ前に妊娠してんの。死ぬ前に妊娠してんの。子供できたからって子供おろせって言ったのに、おろさないから殺されちゃった。お前の周りに人死にそうになるわ。そうだよ、あそこの不足場さんはそれ多いのよ。まあそういう、あ、おめえ精神病だな。違いますよ、精神病異常です。精神病だろお前。違います。つきあがってよ。私なんか言ってないよ、面白いことだよ。脳病院に閉じ込めるぞ。聞いてみればいいべじゃん、アメの人に。誰だよ、お前、呼んでこいですね。矢川さん、うん、あなたもです。同じ部屋に入れます。なんであいつ嘘ばっかつくんだよ。嘘なんか言ってない、本当のこと。まあ、そういうのを、まあ、聞いたりして怖がったから。吉原も多いの、それ。そうやって言ってもらえ。ね。あーちゃん、吉原も多いよな、ご家庭でもなヤシファラの話はしてないです。嘘ついてましたって言う前に首絞めようか。だからそしたらそのいろいろ思い出して怖いんですよね。でそれでなんかパニックになったのか分かんないけど、勘違いしてマーさんにもやられたって言ってたのかな。そうです、ちょっと分からないけど、
あなたもなんかお酒飲ましてないのにお酒飲まされたって。あ、そうだ、言われたわ。そういえば、あいつはもう許さないっていう。そうだ、なったんだ。だから違うんですよ、ここにいる時とね、僕はそんなこと言えないけど、こういうのあるんですよ。その感じでマーさんにも首絞められてた。そう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 、そうやってもう、だからいる時といないとこ全然違うんですよ。僕はそういうことないけどね。いや、まあ、僕はマーさん、ちゃんと、いる時といない時態度違うのあなたじゃないですか。あなたはもうじゃないですか。夫婦一緒ですよ、それ。あなたの方がひどいですよ。いる時といない時のさ。この三人ってなんかお互い攻め合ってますけど、全員自分も同じことしてる。あなたも、岩川さんも人がね、人によって態度、人っていうかいる、人前とその人がいる、いない時で態度違う時あるしね。全員なんか同じことやってる。で、誰かがやったら、おお、お前は最悪だって言うけど、それが聞くなんですよ。何でもそう、はいはい。まあ、さんも岩川さんもやってます。マジ、ぐるぐる回ってんじゃん。そう、なんか。一緒じゃん。地獄じゃねえ。そこ爆弾を回し合ってるんだけど、ね。その岩川さんがほら、首絞めたことで、やっぱりキックさんからの苦情もすごかったの、うん、俺、うん。そうですよね。まあ、その、内容はね、その、モザイクかけてもらいますけど、うん、後でじゃあ映してください、ここ。うん、見てください、この、長い文章。うわぁ、すげえ長文。何これ。こんなにこれ。うわ、これ、ライトこんな送れるの。見たい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 。私にかな。うわ、内容はね、読まないだけでか、一応あれなんで。読んじゃダメですよ。あ、読んじゃダメなんですか。これが溜まってるってことですね。ね、前にももうやめますって言ってましたしね。じゃあ、一回締め落とせば、初期化されるんじゃないですか。だから、復帰しないでしょ、一回締め落としちゃったら。よし、締め落としましょう。ダメです。マサ止めてください。マサ止めてください。マサ止めてください。ダメです。ほらほらほら。嘘つきかよ。おい。そう。分かりました。首絞められたように。あの、僕に長文のライン送んないでくださいね。二号に首を絞められてもうやめます。長文ばーっとなしです。次回もまた見てくださいね。違うよ。なんか何を可愛い声で何をボケ。やおやお。次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。ありがとうございます。そこそこ、そこそこ、そこそこ面白い。いや、とても面白い。そこ、そこ、そこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。